イレネー記念は、帯広市が、帯広競馬場で開催するワンイ競馬の重賞競争である。競争名の、イレネーは、現在につながるワンイ競争馬の礎を築き、万馬の父とも称されている、主ュ馬。バ。聖は、北海道知事賞、トカ農業協同組合連合会賞、独立行政法人家畜改良センタートカ牧場賞、 農業法人化またキノコ株式会社賞。1969年に創設され、デビュー初年度の2歳世代チャンピオンを決定する重賞競争として定着している。2歳馬による競争としては唯一 BG1 に格付けされた。試行場は創設時より帯広競馬場で定着しており、多場で試行されたことは一度もない。競争名の由来となったイルネーは、 フランス生まれのペルシュロンシュボバ。父ダミアン、母デース。毛色は青毛、特徴は流星、玉目上、微白、小二白、全身指紋。1910年、馬政局馬政館の丹下健吉、土井原明が、フランスにて購入し、日本へ輸入されると、トカチタネ馬牧場にて種ボバとして供養された。イレネは1928年に、 事故で死亡するまでの18年間2074頭と交配され、597頭の参考を出した。そのうち196頭が種ボバとなり、直径子孫まで合わせると559頭が種ボバとなるなど、大正時代から昭和初期にかけて大いに繁栄し、十勝地方における馬さんの石になったと言われている。ただ、当時は群馬や、 農工場としての需要が主であった。1930年には、十勝畜産組合がイレネーの功績を称え銅像を、帯広市の十勝会館前に建立、当時の動物調査の最高権威として知られていた、提出審査員の池田勲八が、特に、イレネーの体系に告示すると言われていた、イレネーの時期古代28イレネーを参考に制作し、同年8月10日に、 除幕式が行われた。太平洋戦争の戦局悪化に伴う金属教室により1943年に一旦消失したが、1963年に十勝農業共同組合連合会が創立15周年を記念して、帯広競馬場の前提に再建することを決定。当初は、再度池大ザム8に制作を依頼したが、折衝中に、 池田が急世したため彫刻家の加藤健清氏が制作し、1964年7月27日に除幕式が行われた。イレネ記念は、現在万栄競馬で行われている競争では唯一、馬の功績を記念して、名前を冠したレースとなっている。このほか、過去には以下のような重賞、特別競争が行われていた。ABCDE 出走表万栄競馬。 2015年3月7日、閲覧 ABC、バウ馬のルーツと功労場、いるね北海道人。2020年1月27日閲覧。ABCD、第46回、入れネー記念、レースの歴史。バンエイ、A、カチオフィシャルサイト。2015年3月5日閲覧。ABCDEFG、トカチの記憶デジタルアーカイブ。 新中札内損死農業。十勝総合振興局。2012年11月11日閲覧。AB。十勝20世紀第一部。開拓編。Web 十勝。2012年11月11日閲覧。競争成績地方競馬全国協会。2015年3月5日。閲覧。ありがとうございます。